アポロ公式ポッドキャストパワーポッドキャストの作り方はコンテンツで世界を元気にブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りしますはいエコンチョポロです今日はですねオーディオブック出版がおすすめな理由についてお話ししていきますちょうどですね今日オーディオブックの新作の収録がすべて終わりましてまあ明日にでもね納品しようかなと思ってるんですけど まあ僕はですね、実はオーディブルでオーディオブックを出版した日本人第1号なんですねで。出版の数は今までトータル30、これ今回の新作で32作目なんですけど、この出版の数っていうのも個人としては日本のナンバーワンです。だから、まあ、オーディオブック出版のね、日本人におけるパイオニア的な存在であるとね、まあ自分でも思ってるんですけど、 特にまあこのポッドキャストやってる人っていうのはね、このオーディオブック出版はおすすめです。ポッドキャストってのは基本的にやっぱり無料の媒体なんで、なかなかこうマネタイズができなくてね、できればお金につなげたいみたいな人もいると思うんですけど、まあ、同じ音声っていうね、プラットフォームなんで、オーディオブックの場合は有料ですから、売れればお金が入ってくるんで、ね、そういうまあモチベーションにもつながりますし、さらにいいのがやっぱフロー所得としてね、基本的にはまあそのオーディブルとか、オーディオブックドット JP とかね、まあそういった まあ2つの大きなプラットフォームがあるんですけどそういったところに置いておけばですね勝手に売ってくれて勝手にね印税が入ってくるみたいなまあそういう不労所得が作れるので特にこのポッドキャストをねやってる人におすすめですでまあいろいろ理由はあるんですけど一つはまあ圧倒的にこう参入者が少ないっていうのが1個あるんですねもう今 n d l e とかすごいもう完全に飽和しててねま誰でも簡単に出せるっていう分ですね参入者がまあすごく多いわけですね だから簡単に埋もれてしまう。特にチャット GPT が出だしてからはですね、まあ、AI を使って大量に量産するみたいな人が増えてきたんで、より埋もれやすくなっていったわけですね。でもオーディブルっていうところに関して言えば、そういった変な人とかね、簡単に参入できないんで、やっぱりこの一人で喋るっていうことは多くの人にとってハードルが高いんで、やりたくてもできないって人が多いんですね。でさらにやっぱりこうオーディオブック出版とかになると、やっぱり最低限編集ツールっていうものはね、 使える必要があるし、専用のマイクとかも必要なわけです。僕たちは、ポッドキャストを発信しているので、日常的にね、マイクを使ったりとか、編集ツールを使ったりっていうのをね、やってますけど、そうじゃない人からするとね、わざわざ機材揃えて、編集ツールの使い方を覚えてみたいなね、大変なんで、そういった点においても、やっぱり、こうね、気軽に参入っていうのはなかなか難しいわけです。だからもう、圧倒的に参入者が少ないんですね、オーディオブックっていうのは。まあ、見た感じ、多分ね、 Kindle の10分の1ぐらいです数、数でいうのは。かなり少ない。その代わり、他はもうプロの出版社が、プロのナレーターとかを雇ってね、すごくお金をかけて作っているようなコンテンツばかりなので、その中に一般人のね、自分が入っていくんで、まあ、戦い方はね、ちゃんと考えていかないといけないわけですけど、まあ、オーディオブックね、えー、本当に市場が拡大してるんですね、年々。急速な勢いで。だから将来性もめちゃくちゃあるんですよ。 だからおすすすめなんですね。もうこれからしぼんでいくみたいな、どんどん衰退していくみたいなね、市場だったら、今更参入してもって感じですけど、どん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 ね、年を経るごとに市場、まあ、ユーザーの数がね、増えていっている。だから、成長が見込めるような市場なんで、まあ、早いうちに、ね、入っておいた方がいいと思いますし。あと、僕自身も、もうこれ今3年ぐらい経つんですかね、オーディオブックやり始めてから。オーディオブックって、音声媒体なんでリンクが貼れないんですよね。だから、リスト取りをしたくても、 直接的なリスト取りはできないんですけど、でも、オーディブル経由でリストは取れてます。なぜかというと、オーディブルを聞いた人が僕に興味を示してくれて、別の媒体を見に来てくれるからですね。で別の媒体でリスト取りをしてるんで、そこで、ね、メールマガン登録してくれるとか、そういったことが起こるわけです。だから、オーディオブックっていうのは集客にもつながるし、特に何て言うんですかね、自分のコンテンツを見てもらう、聞いてもらうことによって、 ま自分の実力をアピールできるわけですよ。すごい内容が良かったら、それで信頼してくれてあ、この人ね、すごくいいなと思ってくれる。だから、例えば、コーチとかコンサルとかね、集客しようと思っても、自分の実力を相手にアピールできる場がなかったりするわけですよ。すごい腕の持ち主だったとしても、それを披露できる場がなかったら、やっぱりね、なかなかそれを集客につなげると難しいと思うんですけど、一、まあ、つの作品ですから、オーディオブックっていうのは。それを聞いてもらうことによって、まあ、この人すごいなって思ったら、一気に信頼をね、獲得することができると。 で僕はいろんな媒体でコンテンツ販売をしてます。Kindle、Audible、y o u d e m y まあ、Audible だけじゃなくて、audiobook.jp っていうのもあるんで、そこでもね、販売してるんですけど、まあ、Kindle、audible、y o u d e m y この3つでね、やってます。で、y、ま、o、あ、u d e m y は40コースぐらい出してるんですけど、y o u d e m y とこの Audible、まあ、Audiobook の違いはですね、やっぱりエンゲージメントの高さなんで y o u d e m y は、こう、講座 の後半にななればなるほど離脱が増えていくのでだから最初の序盤の方のレクチャーはすごく見てくれるけど、まあ、中盤から、ね、後半に差し掛かるにつれてどんどんこの視聴率が落ちていきますでもオーディオブックっていうのはやっぱりねこうながら聞きとかしてくれてる人が多いんでしかもそのインプットのエネルギーが小さいんで最後まで聞いてくれるだからエンゲージメントが非常に高いわけですねしかもそういったところにお金を払って聞きに来てくれてる人が多いので 非常にこう、まあ、勉強熱心だったりとかね。相手が聞く耳を持ってくれていたりとか。だからやっぱ、ポッドキャストのリスナーとは若干違うんですね。ポッドキャストはどちらかというと、まあ、無料で聞きたいみたいな人もね、混じってるんで、お金払ってまでは別に聞きたくないけどみたいなね、感じになってますし、まあ、ポッドキャストって基本的に情報が断片的なんで、どういう情報が出てくるのかっていうのはね、まあ、その配信者のさじ加減と、ね、そんな感じになるんですけど、 オーディオブックっていうのは一つのテーマを決めて、そのテーマに関連するような音声がこうエピソードに分かれて入ってるんで。だから断片的なのか包括的なのかみたいな違いがあるわけですね。オーディオブックっては基本的に有料ですから、有料で売れるだけの中身にする必要があるわけです。なので、ポッドキャストとオーディオブックってのはちょっと違うんですね。オーディオブックを作るためにはやっぱりこのアイデア力、どういうテーマにするのかとか構成力ですね、どうやって組み立てるのかみたいな、そういうスキルも必要になってくるんで、 そういうスキルは磨いていかないといけないんですけど、でもやっぱり日常的にこうやってね、音声を配信しているっていうのはかなりのアドバンテージになるんで、だからこそこのポッドキャスターの人たちにすごくね、おすすめなわけです。で、まあ、ほとんどですね、ほ,ほぼ9割9分は、プロの出版社がプロのナレーターにね、高いお金を払って作ってるんで、もちろんその原作の方もですね、まあ、プロの作家とかが書いてるから、まあ、めちゃくちゃクオリティが高いわけですね。まあ、かたや僕なんか自分で、 まあ自分の声で収録して、こんなポッドキャストみたいな感じでね収録してるんですけど、なんで、まあ、クオリティで勝負したら間違いなく負けるわけですね。じゃあ、そんな稼げないんじゃないのと思うかもしれないですけど、聞き放題っていうものがあるんで、まあ、n d l e の読み放題と一緒です。で、聞き放題は、やっぱりその、ユーザーがお金を払わなくてもね、聞けるんで、聞き放題でたくさん聞いてくれて、印税がいっぱい入ってくるみたいなね感じになるんで、そういうまあ、無名の人、 実績のない人であっても、まあ、十分な収入を得ることができるということですね。なので、本当にね、えー、オーディオブック出版おすすめですし、ちょっと、まあ、納品のやり方とかトリッキーですけど、慣れてしまえばそんな大変ではないですし、やっぱりその、オーディオブックとポッドキャストってすごくね、相性がいいんで、せっかくこうやって音声媒体で発信してるんだったら、 まあその、ね、経験を生かしてオーディオブック出版をやってみるっていうのもすごくいいと思うね。もちろんその配信する側、販売する側だけじゃなくて、ね、えー、聞く側っていうね、利用者になるのもいいと思います。自分が実際いろいろオーディオブック聞いてみて、インプットする上においてね、やっぱりこう、非常にクオリティの高いコンテンツが多いので、オーディブルはさっきね、えー、Kindle の10分の1ぐらいって言ってたと思うんですけど、要するにそういう、まあ、変なコンテンツは全然ないわけですよ。 プロの出版社がわざわざ高いお金をかけてまでそういうのを出すっていうのは、やっぱり再三が取れる見込みがあるものだけを出すんで、売れる見込みのないものはね、そうやってお金かけて出すってことはしてない。だから数が少ないし、まあそういう Kindle 出版社、一般人の Kindle 出版社みたいなのもいないんで、だから本当に厳選されたコンテンツだけが効率的に見つかるんですね。オーディブルとか、まあオーディブック .jp っていうのは。だからこの探す手間というかね、効率も非常にいいです。なので、まあ、 まあ、オーディブルもです、ね、無料お試し期間みたいなのやってると思うんですけどそれでとりあえず試して聞いてみて良さそうだったらそれを、ねまあ、本格的に聞くっていうのも、ね、ありだと思いますしどうしてもポッドキャストっていうのはその時々の応、ね、テーマがバラバラだったりとかして断片的な情報しか得られないんで包括的にテーマを、ね、考えてそのテーマについて深く学びたいみたいな時はやっぱりコンテンツ有料コンテンツを買った方がいいわけです。 まあこのオーディオブックのね、作り方なんかはまた別のところで話させてもらいたいと思うんですけど、まあ本当におすすめですしね、今後ますます成長が期待できるんで、もしやるんであればですね、早めにやっておいた方がいいと思います。まあ、僕もオーディオブック出版に関する電子書籍とか、あるいはユー e m y 講座とかね、そういったもを出してるんで、興味ある人はそういったところね、ぜひチェックしてもらえればと思います。